前線には小さな丘がありました。米軍はここをシュガーローフと呼んでいました。丘の上までおよそ500メートル、数分もあれば駆け上がることができたでしょう。しかし牛島司令官率いる日本軍のしぶとい守りの前に、米軍は7日間で14回もの攻防戦を強いられました。シュガーローフは第二次世界大戦における最大の激戦地の一つに数え上げられることとなったのです。反撃を封じました。周囲の丘を制圧した後、シュガーローフを包囲し、背後にあった洞窟を一気に攻めたのです。7日間にわたる死闘の末、シュガーローフの戦いは終結しました。日本軍の砦がついに崩れ始めたのです。牛島司令官は退却を命じました。シュガーローフで戦死したアメリカ兵は2500名以上に上っています。